げんよう、誉れあずさです。誉れの間、本日もご覧くださりありがとうございます。まずは私のお知らせからさせていただきます。映画監督クリエイターの二階健さんの写真展、赤いろうそくと人魚で使用された館内音楽、赤いろうそくと人魚のオリジナル CD を現在ネットで販売しております。詳細は東京ボーダーレス TV サイトまたは SNS をぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それでは本日のゲストさんにご登場していただきたいと思います。本日のゲストさんは舞台修羅王丸外伝暗刀演武伝ダブル主演の修羅王丸様と、そして東京公演主演の鵜飼もんどさんです。はい、よろしくお願いします。よろしく頼む。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。何がおかしいんだ。そうですよね、あのちょっと個性強めの、はい、いい声で。そうなんですよ、修羅様は。ほまれという名前、ね。ほまれあずさと。素敵な響きだね。そうですね、ほまれあずさ。はい、ああ、覚えてる。覚えてる。いやいやいや、シュレンさんがそんなビビッドに反応してくださる。いや、でも今日は取材ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお二人に、はい、4つ質問させていただきます。4つ、はい、ドキドキするな。いやいや、こずるんじゃないよ、うるさいな。すいません、続けてください。あざす。まずは1つ目いきたいと思います。はい、ルーツについてお伺いしたいんですけれども、ルーツ、この舞台ができたきっかけとなったことはありますか？あー、ですって、修羅様。そうだね、まあ、そうだな。何なんですかね、もんちゃんとの出会い、はい、出会い、そうだ、出会いといえば、やはり、はい、あれは1年ぐらい前。そうですね、もう経ちますね、そんぐらい。そうそう、あの、まあ、イベント、ワックラップという、はい、そうですね、イベントがあって、そこで、ヨット、そしてもんちゃんは初めてこう出会ったわ。うん、うん、ね、そうですね。でもそれから出会いで、うん、次お会いするときにはラジオやらないっていう。ラジオ、はい、そうなんです。今あの柴様とお二人で修羅門っていうラジオをさせていただいてて、うん、はい、まあ、あのレインボータウン FM 第3土曜日のお昼の時間帯やらせてもらってるんですけど、2回目がもうコンビ組むこと決定しててみたいな。へえ、そうなんだよ。もうあるときに、はい、そうそうそう、こう2人で。でもその時にはじゃあもうラジオみたいな感じでもなんか、うん、やっぱ俺ずっと気になってるんですけど、うん、僕たちはそのワックラックのイベントでしか会ってないです。はい、そうそう。で、シュナ様はまあ真ん中にドーンって座って、まあ、もちろんこのやっぱ悪の忍びですから、やっぱ堂々とこう待って立ってて、そのなんかこうコメントを聞く教師側で僕たち教えられる側みたいな感じの一人だったんですけど、うん、なんかありがたいことにね、急に次なんかラジオ一緒にやらへんってすごいこの急な流れだなと思って。そうそう、だいぶ急だったよね。はい、さっき講師って言ってたのが、まあ、一つのテーマに対して、うん、ヨガはなぜか講師側、あのこの悪の忍びなのにね、うん、講師側 でそれに対して、まあ、聞き役というか、まあ、そういった、はい、生徒側でそうそうそう、ゲストのような形でモンちゃんがいてっていう、うん、で、まあ、その時はね、確かにこうお互いね、はい、ちょろちょろっとちょっとお話をして、そうですね、まあ、いずれどこかでまた会えたらよろしくねみたいなね、そんな感じだったのよ。それが、もう次会った時この横並びです。そうそうラジオみたいなとはみたいな、そうそうそう、本当にみたいな。でしかもお互いがね、まあ、メインパーソナリティでということだったんだけど、どちらもラジオ初めてなんですよ。そうなんですよ。そう、本当に喋れ、はい、と言われ、まあ、もんちゃん喋れるからね。まあまあまあ、無駄に喋ってるだけですけどね。わーって言ってただけだった。無駄かどうか、ね、別としても、まあ、とにかくね、もんちゃんはね、よく喋れるんだけど、うん、要はまあこんな感じでさ、わりかしこう、ゆっくり喋るというかね、なもんだから、ラジオに本当に向いているのか。どうしてもラジオというとね、こう、まるでこう流れるようにさ、うん、ね、こう最初ね、あずささんのこの自己紹介ぐらいこう、流暢にパララって言えないとダメですよね。だね、どこかこうちょっと凛としたようなね、やはりこういった雰囲気でね、なんかこう世も語れたらよかったんだけど、なんか要はまあそうだねみたいな感じのところがあるんだけど、何そのまあそうだねって経験してるかな。もういや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 だから修羅様はこのキャラクターも相まって、うん、ラジオでもやっぱ、うん、そのこのずっと修羅様で言ってくださるからもう話しやすいし、あとはなんかその他のラジオとか他じゃ絶対
感じれないそうですね、うん、あのものがあるんで、まあ、そのおかげさまで、でいよいよ舞台になりますからね。そうそうそう、そう、あ、まあ、先に言っとくとね、そのラジオはサムデイリプス修羅門というね、そうそうそう、大丈夫で、だから要は洋菓子はね、もんちゃん、もんね、モンドのモンで、はい、修羅門っていう形でやり始めて、で、そうしている間に、まあ、どこかでこの修羅門が新たな広がりをこう、ね、見せていったらいいなと思っていたら、この舞台だよ。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってもらえてね。でも4月スタートで舞台8月で早いっすよね。うん、そうなんだね。そうですよね、ラジオ、え、4月ですよね。あ、そうそうそう、4月、あ、ラジオがね、そうそう、ラジオの時もあって、そうそうそう、8月にも舞台っていう。でも修羅様がそのこの現世に権限されてから、初舞台という前に立つんですよね。そうなんだけどさ、そんなにおかしいの。あと、ちなみにこれはあのコテとかじゃないです、はい、皮膚です。当たり前、何が起こる。ですから、これコテじゃないですよ、皮膚ですから。皮膚なんで、決して間違いない。たまにね、世のね、手見てね、グローブがって言うとき皮膚だから、何を言っているの、この男はと、ね、まあ、あずさに限ってはそんなね、世に対して失礼な、ね、そんな無礼なことはないだろうけど、ん？何が起こったんだ。パンチが、パンチが急に、何が起こったの。修羅様で向けて、すいません、修羅があとちょっと雑だぞ。もうちょっとね、よたち大事にしてもらえるとね、大変にいい回だわ。ありがとうございます。かわいい。何の話、何の話だよ。まあ、まあ、でルーツだよね。だから、この2人が出会ったりしたルーツで、まあでも本当に今のような流れの感じかな。はい、ありがとうございます。もう本編の話覚えてる人いないでしょ。この朝のコテで結構今みんな持ってかれたと思うんだけど。そういうところなんだね。うまいんだな。なるほど。我々のじゃあちょっと身につけていきましょう。そうそうそう、もう勉強になります。とんでもないです。はい。いきたいと思います。2つ目いきます。はい、ではこだわりについて教えてください。こだわり、演技をする上で、演技をする上で、演技といえばやはりこだわりじゃないかな。こだわりですか。僕シナモン以外に MNOP っていう、2人やってるユニットがあるんですけど、はい、それのユニットの時に朗読が基本になってるそのユニットで、まあその舞台で忙しい中でも朗読だと台本見ながらこう演じれるし、すぐカッてできるんで、これはいいコンテンツだなと思って、その相方に、相方が脚本演出家なんで台本書いてもらったんですよ。でその時にめちゃめちゃ好きなワードが1個あって、これだけはもう全部の台本これ使ってくれってやつがあって、それがあなたのためのエンターテインメントっていうセリフがあって、うん、ああそう超いいじゃんって、なんかこう利己的にこう自分でやるんじゃなくて、うん、なんかこうあなた、あなた、もう、うん、皆様じゃなくて、うん、あなた、あなたっていいちゃんと思いながらやるエンターテインメントってやっぱ素敵だなと思って、そこはこだわりがあります。うん、素晴らしい、ね、もうさすがラジオでね、あれだけ喋れる男だ。やはりいざね、こうやって振られても、うん、もうスルスルと言葉が出てきて、うん、口から方便みたいな言い方しないけど、出任せばかりをみたいな。でもね、本当にね、これだけの思いね、もんちゃんね、はい、そう、与党もね、まあ、時々こうやって話したりするんですけど、うんうん、やっぱ、ね、その時もね、演じについては本当に、やはりブレることなく、ね、こう、己の思いをやはりやっているっていうのをすごく感じるからね。あ、本当ですか、良かったです。そうそう、こんなひょうひょうと人気になる。ちょっとなんかちょいちょい刺すのやめてもらってもいいですか。サクサクって、ごめんね、忍びだからつい、あー、ついじゃねえよ。そうそうそう、ね、ちょっとやっちゃうと、もう癖なんですね。そうそう、申し訳ない。全然ですよ。え、修羅様のこだわりとかあるんですか。こだわり、まあやはり要は悪の忍びね、まあ人ならざる存在ではあるんだけども、うん、まあ見ての通りだよね。うん、要は人ではないわけだが、やはり何が一番テーマかといえば悪であるというところだろうな。うん、悪、一口に言ってもね、まあこの正義か悪みたいなのって、まあ、大変にこう多様な、ね、捉えられ方をするんだけど、うん、そうね、かたやこうね、正義をこうね、なんて言うんだろうか、こう正義を語っていたとしても、傍から見ればさ、やっぱり悪に見えたりするわけだね。
ね、でもあの政治のもう一つは正義であったりとかもするっていうところで、果たして本当に悪とは何なのかっていう、そのやっぱりこれは万人によって捉え方は人それぞれ、うん、でやはりこう普遍的な人だからこそこう思う、あのこれは良いかはもう本当に単純な話で良いか悪いかっていうあの二択があったとしても、でもそれっていうのはやはりあの全てはやはり己の捉え方一つでどうにでも変わる、うん、立場にもそうであれば、やはりこの世の断りが示しているように、やはり歴史もそうだよね、うん、歴史もその時代によって予期とされたものがあることを境にして全てが180度変わってしまう、うん、やはりそんな中において世が常に追求しているのは悪とは一体何なのか、そして己が悪であることとは何なのか、これを常にやはり世自身にも問いかけている、まあそうだな、この舞台が今回の舞台がね、またその問いかけの一つのある種定義を、ね、示す、まあ一つになればまた面白いなというふうにも思っているしね、そうそうそう、悪の美学、ヴィランの美学ですね、あ、美学いいこと、もうこういうところなんだよ、ね、いい混ぜないでそっちにいい、あなたのターンだから、あ、そう、うん、いや、それはやはり常に思っているところだね、かっこいい、うん、悪の美学、そうね、まあ、かっこいいですよね、まあ、己で言うと少し恥ずかしいんだけどもね、うん、まあやはりね、これに関してはこの要は人ではないけどこの世界に生きとし生ける、ね、人間すべてのある種の永遠のテーマというふうに読まれているよ、うん、素敵な回答ありがとうございます、いいえ、すいませんでは続いていきたいと思います心安らぐ場所を集中できる空間、まあ、これ部屋、部屋、自分の部屋、自分の部屋自分の部屋、はいはい部屋って心休まって集中できる場所、部屋だわ、絶対自分の部屋でがいい、先に答えを言われてしまったのよ、世も同じことをさ、やっぱりね、集中とか安らぐっていうのはさ、あの例えばどんな存在であったとしても人であれ、ね、人でなきものであれ、やはり安らぎというのは必要なんだ、シュラ様とかあれじゃないですか、やっぱそのキャラクター的にもですけど、まあ小倉城の、公式アンバサダーです、そうそう、城下町小倉公認アンバサダーというね、今城持ちなんですけどそのシュラ様って城持ちなんですけど、やっぱ夜の城の上でこう座ってるとかじゃないですか、こうやって、あ、いいですね、かっこいい、やっぱあれが落ち着く場所とかじゃないですか、そうしたいんだけどね、今ね、小倉城の天守閣のあの上さ、バーとかに関係ないおきらびやかなってんじゃねえよそんなもうちょっとゆっくりねしたかったのに、あ、そうなんだ、そうそうそう、月、城、月、修羅みたいなさ、じゃないんだ、下はもうズンちゃんズンちゃんなんだ、いや、すごいね、理想的なんだけどね、残念ながらね、小倉城チャッスルナイトって言ってね、もう夜もね、営業してて騒がしくするとてもそこはね、暗黒の地にはできないんだよ、そっか、そう、もう悲しいことにね、悲しいことだめか、悲しいもできるのだったら、そりゃね、天守閣でさ、こうやってね、くつろぎながらね、お酒の一杯でもこう傾けながら、こうね、夜景をこう望みながらみたいな、できたらよかったんだけど、ね、うん、全然そんなことできないもん、なんとかナイトですもんね、そう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 、キャッスルナイト、キャッスルナイトか、そうそうそう、じゃ違うか、ね、まあ、でもモンちゃんはね、はい、そういったところでさ、やっぱりこう、やっぱり自分の部屋で、うん、まあ言ってたもんね、まずほら芝居に向き合ったり演技に向き合ったり役に向き合う上でも、うん、はい、やっぱりどちらかというと本当に静かな空間でって言ってたもんな、そうなんですよ、あのセリフを覚えするのに他の音があると入ってこなくて、って気づいて最近、前もなんか音楽かけたりとかなんか、うんうん、あとはテレビ流しっぱとかなんかそういうのでやってたんですけど、お、これ俺頭入んないの、静かじゃないとやっぱダメですね、静かな空間の方が、そう、集中できます、我々二人はきっとあ、そうね、やっぱり静かな空間いいね、もう本当に先ほども話したけどさ、うん、要は酒を傾けながらというけど、本当にお酒が好きでね、そうそうそう、酒をこう飲みながら、うん、いいね、あとはやっぱりね、ちょっとこうつまみにね、さっきの魚があって、それをこう楽しみながらこうリアルこれあの、すいません、あのシュラ様ってこのキャラクターなんですけど食の話すると長くなる、すいませんすいません、食系が長くてお食事好きなんです、ね、好きだね、もう本当にそうそうそう、モンちゃんとその話するとね、いつもね、夜が長くなるから
こんな感じ でそのだからそのビジュアルなのに食の話とか面白いです。面白いです。食、ね、はね、人間どもが考えたやはり、ね、はい、英知のもう結晶というかね、やはりこれほど素晴らしきものはない。人間は本当に食に対して貪欲にね、探求したがゆえに、うん、もうよ、うん、人でないない世でもね、うん、想像もつかなかったね、うん、まあ味わいというかね、うん、もうそうそう、うん、食のね、まあ天国を、うん、ほらねほらね、長いでしょ、ごめんなさい、ね、ちょまだ話が聞いてなかった。あ、いいです、いいです、別で撮りしてもらいました。聞いてもらいました。じゃあ最後に行きたいと思います、はい、で最後になります、うん、今後挑戦したいこと。これは、え、うん、個人ですか、修羅門としてですか。あ、両方聞きたいですね。あ、ぜひお願いします。じゃあ個人からいきますか、修羅さん、うん、そうだね。僕は、うん、もう普通に僕としては、あの旅出たいです。旅ですか。そう、北海道とか九州とかなんか行ったことないたくさんあって、うん、そう、一人旅ずっとしたいなって思ってて、だからちょっと旅をしたいんですよね。趣味ですか、旅とか。なんか YouTuber で、はい、日本一周してる人の YouTube を見つけて、はい、でその人はもうバイクで日本一周してるんですけど、うん、でその人もなんか映像残しててマジで知らない景色いっぱいあって、同じ日本なんですけど、うんうんうん、あ、これ見るまで死ねないなと思って、なんかその日本一周までできないんですけど、なんか旅したいですね、うん、なんかバイクでとかですか。あ、そうです、そうです、はい、いいですね。好きなもんな、バイク。そうですね、そうですね。あのちょっとこの話題はあの今触れづらいんで、あのちょっといろいろあったんですよ。あ、そうなんです。ちょっといろいろあったんですよ。ですかね、うん、はい。じゃあ、シュラ様は。よか、要はね、モンちゃんがね、やりたいって言ったね、旅は正直ずっとしてきているんだよね。要はもう本当に、あ、そうか、流浪の悪の忍びとしてね、日本各地をそう、旅して回っているものだから。でもね、似たようなことの一つとしてね、まあ叶うかどうかは別としてだけどね、はい、うん、やはりね、あのちょっとこうお酒をこう飲むようなね、なんか番組みたいなのができたらいいなって。ああ、なるほど。そうそうそう、え、うん、シュラ様それどうなってるんですか。どうという聞きづら。いや、あ、音声だけとかってことですか。あ、音声、あの声だけでラジオみたいなもんです。いや、ちゃんと読むが、あの実際酒場とか居酒屋にこう行ってたな、うん、あのそのお店の名物とお酒をちょっとたしなむっていうね、どう、まあいっか、なんかやりたいですよね。そうやってね、もういろんな、ね、酒場を巡ってねみたいなね、もうすでにそういう番組いっぱいあるんだけどさ、まあそうっすね、なんかそういったこともね、ちょっとねやってみたい。いや、でもシュア様が外でこう、うん、人と触れ合ってるのを見たらちょっと人気もなりそうですけどね。なりそうだと思います。なると思う、なると思います。あ、本当にそうか、うん、ラフにこうどんどんこうかかっていくと、うん、あ、本当に、はい、じゃあやってみる価値あるかな。はい、面白いと思いますよ、ね、あ、いいね、それは。ちょっと今後検討をしてね、やりたいことだしね、前向きに、うん、誰か検討してくれると思う。誰か検討し誰か大人の方検討していただきます。誰かは、ね、お願いします。はい、じゃあこの舞台シュラオガイデンアントウインブデンで今回舞台されるわけですけれども、はい、そちらで挑戦したいこととか、そのシュラモンっていうのは、おシュラ様は何かあります。そうだね、まあやはり、うん、今回舞台ということだけどもね、舞台もそうだな、やはりせっかくこうしてね、縁あってね、はい、もんちゃんと言って修羅門というね、まあ、パッケージになったわけだけどもさ、やはり2人でもっとまたね、舞台は舞台で、うん、ね、今回のアントウエンブデン、これは始まりと要は思っているんだよ。このアントウエンブデンも始まりだし、もしかしたらここから先ね、こうさらなるいろいろな舞台とかにもつながっていくと面白いなとも思っているし、もしかしたらね、本当にね、映像作品みたいな何かね作れたりしたら嬉しいし、さらにはね、そういった舞台やね、映像の枠を超えた何かしらのね、はい、あの与たちが想像もしていないようなね、うんうん、こう活動とかができたら、うん、要はもうこれほど面白く愉快なことはないなっていうふうに感じているね、うん、あ、いいね、素敵、ありがとう。いいですね。うん、もんちゃんは。僕ですか、うん、僕はあのさっきもちらっと言いましたけど、 あなたのためのエンターテイメントって、お客さんのことも言ってたんですけど、何よりもシュラ様が楽しければいいなと思って、
皆様が素敵、はい、そうそう、初舞台ですね。そんな風にちょっと多分主演だし抱え込むことたくさんあると思うんですけどそうなんです、あのやっぱ舞台って面白いもんで、うん、やっぱちょっと主演って少しグッて作品とか、うんうん、キャストとか、うん、スタッフ様お客様ってやっぱ抱え込むと思うんですけど、なんかその肩肘がやっぱ張らなきゃいけない時に何も楽しけやいいなって思うし、まあそのサポートがうまいことできたらなって、まあ、WCA の傍らなんでねはい、まああと新平もいてくれますし、そうだね、はい、うん、新平ちゃんもね、うん、楽しく行こうぜって感じ。いやいいね、そのように言ってもらえると嬉しいし、内戦は要は本当に舞台実は初めてなんだよね。そうですよね、あの、それまでは要はね、あの日本各地に、まあ、いるヒーローども相手にこう戦ってきたわけだ、そのヒーローどもと戦うステージをやっていたわけなんだけども、似てやはり非なるものなんだよね、舞台というのは、うん、もうやはり世にとっては初めて尽くし、これね、人ではないし人間よりはるかに長く生きてきたんだけども、うん、まあそれだけ長く生きてきて、こんな初めて尽くしにまた恵まれるとは思っていなかったから、そう、そういった意味ではね、もう舞台に関しては当然のごとくこのもんちゃんの方がはるかに先輩なわけだし、もう本当に頼もしいというふうにね、要はね、心なき心の底から本当に感じているから、うん、まあもんちゃんが添えてくれるなら世も楽しみながらね、任せろ、うん、任せろ任せろ、力強いメンバーいっぱいいるから何どうにかよ、いいコンビですね、本当に、うん、本当に心強く思ってるからね、うん、任せて任せて、うん、任せるよって感じですか、はい、うん、ありがとうございます。では最後に告知をお願いします、うん、はい、ということで、シュラオーマルガイデン暗闘演舞伝2024の8月担当、ダブル主演でシュラ様が主人公、そして、8月担当で鵜飼モンド、そして森田新平が、9月は福岡で森田新平が主演を務める舞台となっております、ぜひね、ま、数々の他にもキャスト様が出てくださいますし、たくさん夏ですからね、楽しい思い出をご一緒に作れたらなと思ってますので、ぜひ劇場で待ってまーす全然っていう感じでございます、はい、あと白尾丸様もあのカレンダーをね、撮りました、うん、で僕あの舞台俳優やりながらカメラマンもたまにちょっとやってて、でいろんな写真を白尾様のね写真ございますので、こちらも販売しております。よかったらぜひね、もしご興味ございましたらお手に取っていただければ幸いでございます。もんちゃんがね撮ってくれてたようなことをね、多彩ですね。そうです、いや、なんか趣味が多いだけです趣味が、それでこんな素敵な写真撮ってくれるんだからさ、もうさねえ、もうさ恐縮です。最高じゃないいや、本日はね、はい、最高なお二人にインタビューさせていただけて、私も嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。では本日の配信はここまでにしたいと思います。改めまして本日のゲストさんはシュラオーバーマル、すいません、一回編集します、すいません、もう一回、はい、詰めんな詰めんな、緊張した緊張した、ほぐすぞほぐすぞ、最後いい、頑張って、最後ね、朝さんでやって、まあ、お願いします頼むぞ、はい、改めまして本日のゲストさんはシュラオーマル様と鵜飼モンドさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、よろしく頼むぞTokyo Borderless TV